はい、皆さんこんにちは。引き続き今日は2つ目なんですけど、大塚進です。ありがとうございます。ですね、先ほど車でですね、福島県葛尾村からですね、自宅から浦和の方に向かっているというふうに申し上げたんですけども、で今ここはどこかというとね、もう夕方6時半なんですけども、6時過ぎ、6時ちょっと前に着いたんですけど、さいたま市のね、浦和の近くなんですけど、見沼田んぼと言いましてね、ちょっと畑とか田んぼとか空き地が残っているところなんですけどね、一旦ここで車を降りてですね、いろんな理由があるんですけど、一つはね、やっぱり一日車に乗ってると完全に体がなまってしまうんでね、ちょっとここで一旦止めてですね、車止めて、しばらくの間ジョギングを今してる途中なんです。今ちょっとジョギングしたんですけどね、ちょっと人休みして、こうやってカメラ映してるんですけどね、そのことちょっとお話ししようと思うんだけど、その前に空、この辺ね、今日はこちらさいたま市ですね、とても暑かったみたいですね。今夕方だから結構涼しいですけど、とても暑かったみたいで、例によって怪しい雲がですね、たくさん覆っておりましてね、そのせいもあるんでしょう。それからこちらの久しぶりにね、私もしょっちゅう、昔はね、さいたま市とかに住んでた時はしょっちゅうこの辺は来てね、よく夜練習したりとかしたんですけど、今改めて見てみるとですね、一見もともとはここ田んぼだったんですけどね、ずっと田んぼだったんですけども、水を落としてですね、基本的には畑になってるんですね。畑になったり、いろんな資材置き場になったりとかねしてるんですけどね、ここなんか作るんでしょうけどね、こちらは畑ですけどね、久しぶりに見てみたらですね、やっぱり一面ラウンドアップですね、除草剤だらけでですね、本当はここでずっといるのも本当は嫌なんだけど、ちょっとなかなか場所がなかったんでね、今しょうがないからしばらくここで走ってるんですけど、ご覧の通りですね、草一本、雑草一本ない、それはちょっと言い過ぎかな、多少はあるのかもしれませんけど、雑草一本も、ほとんど雑草も一本もないような畑になってるんですよね。でこれは明らかにその除草剤を撒いてるということなんでね、ここはなんかこれからなんか作るのかな、だからなんかそのためかもしれませんけども、こちらもね、多少草は生えてますけど、明らかにこれは除草剤撒いた後のね、ラウンドアップ撒いた後の感じですよね。だからもう一面撒いてるわけですよね。そういう状況だってことを改めて分かりました。それから自分の今住んでるね、福島県葛尾村の方もですね、もちろん緑豊かで、山あり、田んぼあり、畑あり、素晴らしいところですけど、やっぱりね、同様にラウンドアップはどこでも撒いてるわけでね、日本全国どこでもほらよく巻いてるっていうことが分かりました。だから世界的にはね、ラウンドアップ除草剤はもう締め出されて、もう禁止になってるところが多くなってると思うんだけど、全部日本でね、在庫処分されてるってことが分かりましたんでね、悲しい現実ですね。で、車しばらく前からね、車なんとか手に入れたというか、与えられましてですね、こうやって遠出するときよく使わせてもらってるんですけどね、つくづく思いましたけどね、今日何時間だろう、結構何時間かね、ずっと車に乗って、途中は少しは休んだりしましたけど、基本的には、ずっと座ってたわけなんだけど、そしたらね、今走った後ね、一旦止めてですね、ジョギングを始めたばかりの時のね、足の重さというか、足の力がなくなっているというかね、足のその筋肉がもう たった6時間、座ってただけでね、もう足の力がね、全くなくなっちゃってるということを実感してね、非常にその最初の走り出しがね、もうとても大変だということが分かりました。足が重たいというかね、筋肉がなくなっちゃってるというかね、ちょうど宇宙飛行士が地球に戻った時にね、全然体力なくて、筋力がなくてね、もう立てないっていう状況がある、わけですけど、あそこまではいかないけどね、それに近いね、同じ性質の感覚をね、私は今、実感しましたよ。で、ちょっとね、しばらく5分、10分走ってるとね、もう普通の状態に戻ってね、いつもの自分の足に戻って、筋力も体力も持久力もね、元に戻るってことは今実感したんですけども、最初の走りはね、とてもとても足が重たいってことが分かりました。なので、そういうことをね、ちゃんと意識して、車ばっかり乗ってると、自分の足が弱くなっちゃうってことをね、ちゃんと理解して、そのための対策をね、その車乗ったらちゃんと自分で
運動すること、足を使うこともね、ちゃんとサボらずにやるってことをやってりゃね、ちゃんと自分の筋力はね、足はね、いつまでたっても衰えないで済むということはもちろん私は分かってるんですけども、そのことをあまり自覚しないでですね、車に頼って生活していると多分半年1年で完全に足は弱くなってね、体力弱くなって、もう自分の力がねなくなっちゃって、結果としては自分自身のね生命力というか生きる力というか、生き抜く力というかね、そういうところが衰えてきて、弱くなっちゃうんだなってことはね、私は想像しますけどね、どうでしょうかね。まあ私はもともと自転車ずっとね乗ってたんで、まあ何十キロ乗っても平気なくらいの距離は乗ってたんでね、まあそのだからこそわかるんですけど、皆さんどうでしょうか。だから車に乗っててね、動くのが億劫だっていう人はね、ちょっと最初辛いのは分かる、今は分かる、私も実感しましたしね、大変だと思いますけどね、あえてね、少し自分の体をね、使うってことをね、やると、いいと思います。まあそんな、別に説教するわけじゃないですけどね、まあ自分が正直に思ったことをね、今述べました。じゃあこれからね、なんでここで走ってるかというと、まあ今言ったように、自分の足をね、もう一回戻すってこともありますけれども、それともう一つはね、浦和の教室の近くに駐車場があってね、そこに置こうと思ってるんですけど、やっぱり夜間のね、夜時間になると安いんですよ、次の朝までね。なので、それまでの間に空いてる時間に、ちょっと自分の運動をして、で、それからなんかご飯食べてね、それからその駐車場に入れるとちょうどいいかな。で、ちょっとお風呂屋さんに行ってね、お風呂入って、で、あと夜少し練習してという形でね、明日に備えようかなと、そんな考えを持ってるんです。ということで、はい、除草剤だらけなんで、早く抜けなきゃいけないけどね。まあ、たまにはしょうがないね。ということでした。では、ありがとうございました。